皆さんこんばんは。こんばんは。はい、小坂先生、始まりました。はい。APHC の歩き方ですね、今日はね。そうなんです。いよいよ前日に迫りました。はい、第14回アジア太平洋ホスピス緩和ケア大会 APHC2021 前日の特別企画始まりましたね。はい、また今日も柏木先生にお電話、はい、今日もちょっと遅い時間になっていますが、はい。はい、すいません、私は決してあのビッグボスの会見場からお届けしているわけではございません。はい、小坂先生、ちょっとなんか反応がいまいちでしたけれども。はい、すいません、ちょっとはい、いるんですか、その方そこにいるの？この会場の中のどこかにビッグボスがいる。私の札幌ドームの会場。はい、それじゃあお届けしますけれども、はい、今日はAPHC ということで、この背景ではなくてですね、お届けしたいんですけれども、今日はどんな内容になりますか、小坂先生。はい、そうですね、明日からいよいよ始まります第14回アジア太平洋ホスピス緩和ケア大会 APHC2021 ですけれども、その母体であります APHN ネットワークの方の初代のチェアマンでいらっしゃいます柏木哲夫先生もお迎えして、いろいろと前日ならではの裏話や、はい、とっておきの話をお届けしたいと思っております。わかりました。だから、はい、皆様からの質問もですね、随時リアルタイムでどんどんお受けしたいと思っておりますので、はい、よろしくお願いいたします。今日はじゃあ緩和医療学会のビッグボスと APHN のビッグボスを迎えた、はい、その通りです。はい、木澤先生にもいらっしゃっていただいています。わかりました、よろしくお願いします。はい、それでは柏木先生から最初にお話しいただけるということですか、小坂先生。まずですね、木澤先生からお話しいただきましょうか。はい、すみません、ちょっと台本読み間違えました。はい、日本緩和医療学会のビッグボスの、木澤義之先生から少しですね、今日のお話の、イントロダクションをお願いしてもよろしいでしょうか。はい、ありがとうございます。今日の企画の一番大きな目的は、これは第14回のアジア太平洋ホスピス緩和ケア大会の前日の企画なんですけど、はい、アジア太平洋ホスピス緩和ケア大会って何なんだろうっていうのを皆さんにちゃんと理解してもらうっていうのが一番大きな目的になっています。私からちょっと画面共有してもいいですか。お願いします。少しだけこの会がどんなものかということをご紹介したいと思います。お願いします。皆さん見えてますか。はい、ウェブページから撮ってるんですけれども、アジア太平洋ホスピス緩和ケアカンファレンスはアジア太平洋ホスピス緩和ケアネットワークという組織がアジアにありまして、はい、皆さん知ってるかどうか分かんないですけど、アジアって世界の人口の 60% をカバーしてるんですよ。 なので実はなんかアジアの緩和ケアの団体かとか言うとなんかすごいちっちゃいんじゃないかとかへなちょこじゃないかと思うかもしれないけど、でも実は背景としている人口は世界の半分以上を抱えているので、まあ、非常に重要な役割を、担っているというふうに考えています。で、ワールドホスピスパリアティブケアアライアンスって世界の緩和ケアの団体 の一つのブランチになっていて、はい、でそれがAPHN アジア太平洋のブランチ でそれがやるカンファレンス、まあ、2年に1回学術大会とあと経験交流をしてるんですけど、その大会がアジア太平洋ホスピス緩和ケア大会であるということをまず皆さんに分かっていただきたいなと思ってこの資料を持ってきました。で、この大会のご紹介をするにあたってはですね、一番最初から本当にこの会に関わられている柏木先生にお話しいただくのが一番皆さんが理解が進むのではないかというふうに思いまして、夜遅くですが柏木先生にご足労をいただいて今日の企画を作ったという形になります。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。ありがとうございます。もうでは、はい、そうですね、いよいよもう柏木先生も前回の鉄夫の部屋に引き続き、はい、また鉄夫の部屋からっていうことです。すみません、本当に夜何度も来ていただきまして感謝申し上げます。ちょっと出過ぎかなというふうにも思うんですけど、いやとんでもございません。ではもうご紹介する上村先生、柏木先生にお話しいただいてもよろしいでしょうか。はい、それでは、はい、この大会の今回の大会は、柏木先生は名誉大会長でしたか、木澤先生何ですか。
名誉大会長であり、はい、APHN の初代チェアマンでいらっしゃる柏木哲夫先生にですね、今回 APHN の成り立ちというか、まあ、APHN とこのカンファレンスの関係、そしてまあ柏木先生の歩いてきた軌跡をですね、少しお話しいただくということになっておりますので、じゃあ私たちの方はちょっと、楽屋の方にちょっと行きまして、はいはい、柏木先生の画面でお願いしたいと思います。よろしくお願いします。はい、お願いいたします。皆さんこんばんは、柏木でございます。今お話がありましたように、APHN にずっと関わってまいりましたので、少し昔話のような形になるかも分かりませんけれども、お話をさせていただきます。今回、大会の中で日野原レクチャーというのがあります。これは日野原先生の名前を一番初めにこうつけたように、実際その APHN のスタートの主というのは日野原重明先生、105歳で亡くなられましたけれども、でこれは1995年の話です。26年前になります。で、1995年って言いますと、私が働いておりました淀川キリスト教病院のホスピスがスタート以来、10年目を迎えた頃、日本でホスピスの重要性が非常にこう叫ばれ出した時にですね、非常にいいタイミングで日野原先生が一つの提案をされました。それはアジアとオーストラリアを含めた地域の人たちの代表を集めて、これから特にアジアのホスピスはどのような発展を遂げるべきかということを話し合いたい。で、私の名前で皆さんを集めたいという相談を受けまして、先生ぜひやってくださいということで、どれぐらいの国に、お声をかけられたかというのはちょっとよくわからないんですけれども、1995年にまず8カ国で、この APHN というのがスタートいたしました。その8カ国というのは、シンガポールですね、それから香港、台湾、韓国、フィリピン、オーストラリア、マレーシア、そして日本ですね、はい、そして、集まってみんなで話し合って、これはいいことだからぜひその定期的に集まろうということで、次の年1996年には今度はシンガポールで、会が持たれました。そしてその時に定期的なこう地域連携会議が必要だということで、1997年に APHN がスタートをいたしました。そして、1999年に事務局をですね、シンガポールにお願いしたいということで、決まりました。で、やはりちゃんとしたものを作っていくためには、はっきりとしたその法律的にこう、法人というような形でですね、整えるべきではないかということで、2001年に、理事会において、私が初代の日本でいう理事長というんでしょうか、チェアマンという形で正式にスタートいたしました。はい、8カ国非常に仲が良かったので、私もその理事長の初めの挨拶の時に、ちょっとしたユーモアを入れました。はい、今まで私たちはずっとデートを続けてきたけれども、やっぱり正式に結婚する方がいいのではないか、そんなことで笑っていただいたんですけれども、結婚をしたのが2001年ですね。はい、そしてその時にやはり、きちっとした目的を持つべきだということで、スライドちょっと見せてください。1枚目、はい、ちょっとお待ちくださいね。はい、はい、見えました。ですね、ミッションとビジョンとゴールという、はい、3つの文字がありますけれども、どういうミッションで活動するのか、
ということですね。まあ、アジア太平洋地域のすべての人々に質の高いホスピスと緩和ケアへのアクセスを促進するということ、これがあの APHN のミッションでございます。でビジョンは痛みや生命を脅かす病気に苦しむことの緩和を促進し、アジア太平洋地域の効果的なネットワークになるということ。3つ目のゴールというのは、緩和ケアを必要としているより多くのコミュニティに手を差し伸べ、医療研究教育の持続可能なサービス体制を構築すること。なんかちょっとあの仰々しい表現ですけれども、まあ、こういうことを決めました。それと同時にやはり定期的に、まあ、2年に1度ぐらいですね、大会を持とうということも決まりまして、それが APHC ですね、はい、ネットワークの代わりにカンファレンスということです、はい、2枚目のスライドよろしくお願いします。でここにありますように、1996年にシンガポールで、第1回目の APHC が始まりました、うん、で、次の年香港に行きました。でこの香港大会の時に2年おきにしようということで、香港がもう1年、2回目をやってくれまして、2001年に台北、そこで、ぜひ日本でもということで、2003年に、大阪で、第5回目を開きました。その後そこにありますように、ソウル、マニラですね、それからオーストラリアのパース、それからマレーシアのペナンですか、それからバンコク、台北、またシンガポール、インドネシアのスラバヤ、それから14回目が神戸ジャパンということで、2023年は韓国に行くということが決まっています。まあ、そういうことで、少しずつ形が整ってまいりました。非常に詳細な記述、歴史とかその働きをですね、APHN で、検索していただきますと、ホームページに非常に詳しく載っていますので、そこを見ていただいたらいいというふうに思います。私、まあ、長年APHN に関わってきてですね、かなり個人的な感覚もあるんですけれども、3つですね、この APHN がこのアジアの他の諸国に影響を与えた、まあ、いい影響を与えた3つのことがあるというふうに思います。あんまり総論的なことではないんですけど、うん、第一はですね、やはり症状のコントロールということに関して、例えば日本で、行われていたモルヒネスタートをかなり早くしましたけれども、はい、アジア諸国ではなかなかそのモルヒネを使うということが難しくて、どのような交渉をこう政府とすればうまくいくかというふうなことの、まあ、相談に乗ったりですね、だから症状のコントロールということにおいて APHN は一つの大きな働きをしたということ。それから2番目にですね、やはりホスピス緩和ケアっていうのはチーム医療、チームケアですので、医師ナースだけではなくですね、ソーシャルワーカーとか、まあ、チャプレンとかですね、時にはその作業療法士やその他、まあ、例えばこの音楽療法士なんかも入る場合があります、ね、チームの重要性ということを、まあ、アジア中にこう、まあ、知らせた。それから案外、知られていないのが3つ目のですね、ホスピス緩和ケアの経済性です。で日本で、ホスピス緩和ケア、本当に赤字続きで非常に困っていたんですけれども、1991年前後にですね、政府がこのホスピス緩和ケアに対して、まあ、出費してくれるということをありがたいことに決めてくれました、うん、でそれから随分楽になりました。でその制度、特別な扱いをするという制度を
自分たちのところでもぜひ実現したいということで続いてくれたのが台湾ですね。ちょっと何年からか忘れましたけれども、台湾は、ちょっと悪い言い方かも分かりませんけど、日本の真似をして政府と交渉をしてですね、特別に経済的に、有利になるような、診療報酬的なものを勝ち取ったわけですね。それで非常に何ですか、お礼を言われたというようなことがあります。第14回を日本ですることができて、非常にそれは良かったというふうに思います。もう2年後は韓国と決まっていますけれども、どのような順番でどうなっていくかというのは、理事会での討議の中に盛り込まれるというふうに思いますけれども、明日から始まる APHA の後からいろんな、説明が補充されるというふうに思いますけれども、私自身も非常に期待をして、この日を待っておりました。ちょっと長くなってごめんなさい。以上です。はい、柏木先生ありがとうございます。ありがとうございました。2001年にですね、はい、これまで恋人関係であったこのアジアの8カ国がですね、はい、結婚するということが、柏木先生の最初のスピーチにあったというふうに、はい、お聞きしまして、はい、ね、やっぱりその今のですね、蜜月なんですね、この濃厚な関係がね出来上がったという、はい、2001年はですね、私が医師になった年で、大変やっぱ記念すべき年に医師になった、ね、記念すべきね、そういう、はい、アニバーサリーイヤーだなと思っておりますけれども、はい、それではですね、ここから小坂さんお願いします。はい、はい、今お話しいただきまして、ちょっとご質問などないかななんて思ってるんですけれども、はい、いただいていますでしょうか。はい、そうですね、柏木先生、はい、APHN のことについてですね、はい、アジアのこの8カ国、やはりアジアの中でも東アジアが多いんですね、どうしてでしょうかっていう質問が来てますが、これいかがでしょうか。はい、これはですね、もう亡くなった人を持ち出すのは良くないんですけども、日野原先生の、お考えを私たちは聞いたと。で、ね、やはりある程度ホスピス緩和ケアがその国で、いい働きをしているところを優先した、だから地域性というのではなくて、ケアの、進行度、進展度といいますか、うん、その結果こういう8カ国になったというふうに思います。なるほど、やっぱり、それが東になるんですね。そうですね、やっぱり、その時の、医療のですね、水準とか、緩和ケアの質とかですね、そういうのも含めて、こういったエリアかなというふうに思ってますけどね。はい、でもそれは先見の明がありましたよね。やっぱりそのイギリス連邦諸国からやっぱりその、働きがこう広がっていって、でアジア全体に、その後で森先生説明してくれるかもしれないですけど、リエンコラボレーションっていうのがあって、その、例えば今バングラデシュとか、ブータンとかさまざまなプログラム動いてますけど、一つの国をターゲットにして、もう、支援をして、そこの国の緩和ケアをこう高めていくというような取り組みを、今インドもやってると思うんですけど、で今度中国も始まるみたいな感じで、その都度国を決めてもう大々的に介入していくということをしていて、でアジア全体の緩和ケアのレベルを上げるということに本当に大きく貢献してるなというふうに思いますけど、橋井先生、この国際協力活動の始まりってなんか どんな形で始まったか教えていただいてもいいですか。この働きというのは どの働きですか。いろんな国にその教育介入をやって、その国の緩和ケアのレベルを上げるっていう、リエンコラボレーションでやってるじゃないですか。あ、はいはいはい、バングラデシュのプロジェクトとか、あとはミャンマーとか。そうですね、あとはどこでしたっけ、コロンボがあるとこ、なんでしたっけ、スリランカ。
スリランカとか、うん、覚えてらっしゃいますか先生。これは多分先生ドクター・ゴーの話の中に出てくると思うんですけれども、まあ、彼女とそれからロザリー・ショー先生ですね、2人の女性がやはりAPHN の一つの働きとして非常にそのホスピス緩和ケアに恵まれていない国に少しでもその重要性を知ってもらうような働きをしていくということが、まあ、APHN の大きな役割っていうか責任ではないかということを、まあ、お二人がこう頑張って、まあ、離縁でしたかね、そうですそうです、の人たちとの協力をうまくこう成立させて働きを進めたというのがストーリーだというふうに思いますか。本当にすごいですよね。ほとんどオピオイドがもう全然使われない国が使われだしたり、注射しかない国が飲み薬作り始めたりとか、はい、ものすごい働きをされているというふうに思っています。その点はご質問いただいていまして、はい、アジア諸国の中でも経済的な問題格差があって使用できる薬剤、まあ、これもだいぶ違うんではないかと、まあ、こういうことに対してこの APHN はどんなような取り組みをしてきたんでしょうかという雰囲気の質問ですが、柏木先生いかがですか。例えばモルヒネを例にとってもですね、今のそれこそ現状どうなっているかということのきちっとした把握はないんですけれども、少なくとも私自身が、理事長としてしていた時には国の方針としてその認めないという、はい、ところが非常に多かったわけですね。でその時に APHN の中できちっとしたスタディをしてパブリッシュしているところがある、うん、まあ、日本もそのうちの一つです、まあ、研究のことは後で話が出ると思うんですけど、うん、そのデータをこう物事を決定することができる、うん、その、まあ、政府の機関といいますか、はい、政治的な影響力のある政党といいますか、そこを示して、うん、本当にこれだけのエビデンスがあるので、うん、ぜひ我が国でもこれを進めてほしいという、まあ、熱心な説得を、うん、するです。それを説得したらどうでしょうかというアイディアを提供し、その研究の成果を提供するというふうなことで後押しをしたというふうに思いますね。なるほど、まあ、やっぱりちょっと、あ、どうぞ木澤先生コメントしていいですか。補足すると、APHN ではどういうふうにオピオイドに対して考えているかっていうと、ついやっぱり製薬メーカーの圧力に負けて、新しい薬とか注射薬、まあ、調布剤をどん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 その売り込んでくるわけですよ。はいはい、もう、基本的に APHN としてはどう考えているかっていうと、とにかくモルヒネの経口薬を使えるようにするってことを第一に考えていて、なるほど。まずは速報剤。なるほど。ラビットを絶対使えるようにして、でそれが十分にいけるんだったら次に行くのは、除法剤だと。なるほど。でプラスアセタミノフェンが使えるっていうのが最低限で、それをまず全ての国で使えるようにするっていうのが第一原則にするんだよって私シンシアに嫌というほどシンシア号先生に聞かされました。要するにまず速報剤があればね、なんとかなるわけですから、まず正しく使われるっていうことが前提ですもんね。それがちゃんと行き渡って正しく国中で使えるっていうのが一番重要だっていう方針を取ってきた。いや柏木先生お話しされたように、国としてやはり医療用の麻薬といえども、その麻薬に対しての規制が厳しかったんだろうなと思いますけども、はい、やっぱりお国柄、私も精神科医なので、このやっぱりドラッグに対してのこの文化的な態度がですね、やっぱりアジア諸国は結構やっぱり厳しいというか、まあその違法性の高いドラッグの乱用が若者に蔓延している地域っていうのはまあ現にあるわけですから、まあその中でこのやっぱこのオピオイドの普及っていうのは大変だったんだろうなというふうにちょっと個人的に思いましたけどもね。たくさん研究の中、ペーパーの中に、モルヒネアディクションというのは存在しないというような題名の、ペーパーがありますよね。はい。あの
すぐにこう麻薬、まあ、日本語で言えば麻薬という言葉、うん、に対する一般の人たちの反応と同じように、ね、モルヒネと聞くだけで、うん、なんかすぐにその麻薬怖い、うん、はい、疾患性というようなことがこう思い出されるのが世の常というか世界の常、はい、そうではないんだとい う, こうきちっとした調査研究の、まあ、結果をこう提示していくという地道な努力がやっぱり少し傾向を変えたというふうに思いますけどね、うんうんうん、まあ、傾向を変えたというのはその導入されるようになったということですね。本当に意義深いことですね、はい、もっともっとお話をお伺いしたいんですけれども、ちょっと夜も更けてまいりまして、はい、我らが木澤先生はちょっとこの辺でお時間がでしょうか。はい、はい、そうですね、はい、次のセッションに進みます。そうですね、はい、多忙でいらっしゃって、はい、またよろしくお願いします、はい、ありがとうございます。明日からもよろしくお願いします。はい、皆さんのお待ちしてます。お願いいたします。ありがとうございます。ありがとうございます。木澤先生をお迎えしていましたが、ちょっと今日はここまでということで、はい、では、続いてお話いきましょうか。上村先生、はい、今まで、はい、柏木哲夫先生からですね、 APHN の成り立ちからその歴史、今までやってきた足跡などをご紹介していただいたんですけれども、いよいよ明日から始まります APHC2021 につきまして、はい、直前の、見どころや特徴や参加方法などなどに、つきまして、森正則先生からお話をいただきたいと思います。こんばんは、森先生。よろしくお願いします。よろしくお願いします。柏木先生も引き続きお願いしてよろしいのでしょうか。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。では皆さん本当にありがとうございます。いよいよ明日に迫ってまいりましたけれども、少し見どころといいますか、 APHN と APHC のこう総論の部分ですね、少しお話しできればというふうに思います。画面見えてますでしょうか。はい、はい、大丈夫です。まず総論部分をかいつまみながらお示ししたいと思います。これ先ほど柏木先生がお示しされた APHN の大きなところなんですけれども、右上の方にシンシア・ゴー先生とシシリ・ソンダー先生もいらっしゃったり、初めの方には日野原先生もいらっしゃったり、滝沢先生いらっしゃったりしています。まあ、こんな感じで他の学会よりもですね、すごくなんか仲がいいというか、まあ、アジアならではというか、本当顔の見える関係が中ではあるかなと思います。で、今回の APHC2021 Japan in 神戸なんですけれども、共同大会長がですね、ガウリ先生、こちらはオーストラリアの先生と島先生がされています。そして名誉大会長でいらっしゃる柏木先生と木澤先生が学術委員長でされます。で、左の方に書いてますように、明日から2日間いよいよ始まりまして、さまざまな団体の方々から共催をいただいています。今回完全オンラインということですね。多分他の学会と違うのが、国内でこう日本の学会でもよくご活躍される先生方がプログラムを作られるんですけれども、それを APHN に持っていくと、じゃあこのガウリ先生とかいろんな向こうのサイエンティフィックコミュニティの人が、あ、いいねとか、ちょっとアメリカに偏りすぎちゃうとかって言ってくれてです、それでこうバランスが良くなっていく、まあ、そんな感じのが面白いかなと思います。木澤先生はたくさんのご尽力があって、製薬会社の方々のスポンサーがつきましたので、それで導通ができるようになって、オンデマンドストリーミングも12月末まであります。で、こちらプレナリーセッションとかコンカーレントセッションを今からまた別で PDF を示ししながら、時間を見ながら行こうと思います。で、こちらの写真にお示ししてますような、さまざまな今活躍中の先生方、日本では森田先生もいらっしゃいますけど出てきます。で、こちらコンカーレントセッションですね、またちょっと詳細はお話しさせていただきます。で、小児のセッションもありますし、ベストアブストラクト300以上の応募演題の中からトップ15なんで 5% です。それが演題がとオーラルプレゼンテーションされます。日本からも複数出ております。ホスピスビジット、特に日本の代表的な特徴的なホスピスが紹介されます。で、教材もおなじみの先生方がお話をされます。はい、では最後の方ですけれども、まだこうオンサイトで
まあ、現地登録ですね、登録できますのでよろしくお願いいたします。で、日本からのこう登録は途上国と同じような値段設定にさせていただいてますので特別価格ということでよろしくお願いします。はい、ということで、はじめ APHN って聞くと僕も5年前までは何それだったんですけれども、入ってみると、はい、なんかもうすごい暑いなというか、アジアパシフィックこんなにすごいことやってるのかっていうのがありますので、木澤先生言われたみたいな 60% アジアにいるっていうことで、できるだけここの声を日本も一緒になって、そうですね、ここのこのホスピスパリアティブケアを高めていく、そしてこうエビデンスを創出していけばそれをみんなに伝えていく、そういうふうに手を取り合ってやっていけるといいのかなというふうに思います。ひとまず総論は以上になります。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。どうしましょう、参加方法とか。そうですね、はい、はい、ご紹介していただいてよろしいですか。はい、はい、お願いします。ちょっとウェブの画面を出します。見えてますでしょうか。はい、見えています。はい、お願いします。こちらの APHC ってググっていただければ、 APHC2021 ってググっていただければこの画面になりますので、登録された方は多分ご自身のメールアドレスとパスワードが事務局から送られてきていると思います。でそれでグーってしていただいて、この How to attend participant How to attend for participants っていうのがあるので、これをクリックしていただきます。するとこういった画面に出てきますので、これを下の方まで行きますと、こうログインのやり方っていうのが出てきます。でここでこのオンラインカンファレンスウェブサイト From here っていうことで行きます。でお手元にその E メールアドレスとパスワードをご用意ください。そして押しますと、このルーム1、2、3っていう3本立てになってまして、初日は明日は3本立て、そして明後日日曜日は2本立てになってます。そしてこのルーム1がずっとこのメインセッションで導通もありますので、で導通の仕方はこの左の方にこちらっていうふうにやり方がありますので、ここを見ていただければと思います。このルーム1が特にこうメインのプレナリーのセッションですとか、本カレントがあります。で、結構、まあ、割とも朝から夜まで あるんですけれども、オンデマンドストリーミングも、11月24日から12月の末日まで行きますので、もし、ちょっと見そびれたよってことがありましたら、いつでも11月24から見ていただければと思います。で、まあ、アブストラクトとかもこちら、デジタルポスターとか、いろいろありますので、200兆の円台のポスターもありますので、ぜひご覧いただければと思います。入り方はひとまず以上になります。ありがとうございます。はい、今おっしゃった12月31日まで見逃し配信されているということですか。はい、はい、そうです。はい。で、このデジタルポスターとかアブストラクトもずっと見ることができるんですか。あ、多分そうだと思うんですけど、ごめんなさい。本当に確認したらと。はい、じゃあちょっとまだ登録してない、どうしようというような方も、はい、ぜひ、そうですね、はい、この放送が終わった後に、ね、はい、登録していただいてゆっくり見ていただくことができるということですね、はい、ありがとうございます。あとちょっとデジタルポスターは質問もできまして、こう質問したら、はい、それが自動的に演者の方に行くっていうのがなってまして、うん、その演者がログインしてアンサーを入れるみたいなことになってますので、ぜひインタラクションをこうオンサイトのオンラインなんですけども楽しんでいただければなというふうに思います。はい、ありがとうございました。ありがとうございます。はい、まあ神戸大会ならでは の価格ですもんね。まあ、普段は日本は少し高い方の値段設定になりますもんね。はい、普段はなんか5万円とか払ってるんですけど、まあ、今回はすごくお手頃な感じで抑えられております。ありがとうです。チャットの方には、ホスピスビジットをご対応いただく先生方からぜひお待ちしてますという声をいただいてますが、ホスピスビジット、これあるわけですね、森先生。はい、あります。またすいません、こちら今はないんですけれども、ホスピスビジットは、はい、そのルームから行けますので、また後で全体像を示しするんですけれども、はい、そうしますと日本の代表的なホスピスの方々の紹介がありますので、
なるほど、ごめんなさい。ホスピスビジットは、そこのホスピスに連れてってくれる企画ではなくて、バーチャルですね。バーチャルで、バーチャルで、はい。はい、いらっしゃって。そういうことになります。はい。飯塚病院と英治総合病院のホスピスビジットの、先生方からですね、ウェルカムメッセージをいただいてましたよね。ありがとうございます。ありがとうございます。森先生、ありがとうございました。今ちょっと特徴とか参加方法についてご説明いただいたんですけれども、引き続いて、はい、いろいろなセッションが用意されていて、どれもこれも見どころ満載だと思うんですけれども、特に、まあ、前回もこの放送でご紹介していただいたんですけれども、ここ見逃せないよとかですね、こんなセッションがあるよっていうようなおすすめをしていただいてもいいですか。はい、お待ちしました。じゃあちょっと詳細をお話ししながら適宜クローズアップするでも。ありがとうございます。ありがとうございます。見えてますでしょうか。はい、PDF になります。こちらが明日ですね、もう朝一大体9時ぐらいからオープニングセレモニーが始まるんですけれども、島先生、ガウリ先生、大会長 の先生方がウェルカムしてくださいます。でまずはプレナリー1は橋を架けるってことで、まあ、今回 の大会のテーマなんですけれども、オーストラリアのブレナン先生、この方本当橋を架けてる先生で、悲願ですね、こう 腎疾患の緩和とか精神神経の緩和とか、あとご自身弁護士でもいらっしゃって、その辺も橋を架けてらっしゃる先生です。で、CC1 コンカレートセッション1ですけれども、最近やっぱり外せないのは COVID 時代の緩和ケアということで、日本からは関根先生が座長されて、あと国立国際の森岡先生、感染症で日本緩和医療学会でも COVID ワーキンググループに入ってくださってますけど、うん、森岡先生とか、あとはオーストラリア、フィリピン、インド、インドちょうどこれ企画してた時にもどんどん ICU がもう埋まっていって、もう酸素がない中で、もう本当に緩和ケアが目の前で、私のなんか周りの家族も亡くなったみたいな緩和ケアの先生がですね、そんな中でので、ね、本当にこれは見逃せないかなと思います、ここは。で、次 CC2、 これは山口隆先生たち のセッションで、フェレーラ先生、オーストラリアのいろんなブレスレスネスをされてますけど、あと循環器の大石先生とか、あとは加工先生ですね、送風の加工先生たちが息苦しさについて語られます。で、同時期にスポンサードセッションもあって、吉田先生とか東畑先生、松尾先生もされます。で次お昼過ぎになるんですけど、 CC3、 これはホリスティックケアということで、心理の栗原幸恵先生が香港のエミー・チョウ先生と一緒に出られます。でこちらはカール・ベッカー先生って、京都大学の教授の先生で、日本人の死生学とかを専門にされてて、実は私学生の時にちょうど教わった先生でですね、もう本当頭上がんない先生なんですけど、今回特別 ご参加いただくことになりました。でレブランク先生、韓国のスー先生、台湾のチェン先生ということで、多角的にホリスティックケアを話されます。で同時に与谷先生がピリアトリックセッションについて話されます。でこちらにホスピスビジットが80分 ×2 がありますので、ぜひ明日のお昼過ぎ1時半から4時20分までですね、2本お願いします。で、CC4 になりますと、研究のことでどのようにしてこのアジア太平洋でコラボしていくかっていうところになります。でこちらは日本のイースト研究っていうふうな23施設のホスピスの研究ですとか、あとはシンガポール、オーストラリア、香港 のチームが発表されます。で次は宮下先生の、宮下光則先生のインディケーター系が続くんですけど、質の高い緩和ケアにおける合意ということで、いろんな国からクオリティインディケーターとかクオリティオブケアについて話されます。で次はコンカレントセッション6、こちらは補完代替統合医療ですね、鈴木梢先生たちがチェアされますけれども、この台湾のスー先生って方が東洋医学のタイカらしくって、いろいろ話されるので、インドでアーユルヴェーダとか、日本からもシャーマンとかいろいろそういう話があったり、ニュージーランド の現地のお話があったりします。こういうのはやっぱりアジア太平洋ならではなのかなというふうに、多分欧米では聞けないことかなと思います。そして最後、本当9時から10時遅くなるんですけれども、レブランク先生も非常にこう聡明な若手の先生で、ヘマトロジーとオンコロジーと緩和ケアという統合を話されます。で同時にちょっと一緒に
関係あるんですけど、オーラルセッションということで、こことここで計15円台されますので、非常にこちらはサイエンティフィックに質の高いアブストラクトを発表されます。以上が初日になります。ちょっとこのまま2日目よろしいですか。はい、はい、お願いします。2日目は9時からなんですけれども、まず ACP ですね、アドバンスケアプランニングのセッションが2つ続きます。はじめはプレナリーで、世界のアドバンスケアプランニングの最先端ということで、アメリカからバーナキー先生、シリアスイルネスケアプログラムですね、あと最近ACP インターナショナルっていうところの初めてアジアで開かれたシンガポールの先生、チェアされたシンガポールのニン先生とヘレン・チャン先生が話されます。でその後の CC5 では、じゃあ実臨床において ACP どうしたらいいんだってことで、国際的な展望ということで、アメリカ、台湾、日本、そして、タイから語られます。日本のこの宮下淳先生って私同級生なんですけれども、今福島で緩和ケア、そうですね、総合診療をされてまして、そちらの方からアジアでもコラボがあって、非常に活動的にされているので、とても楽しみです。やっぱり外せないのは、日野原先生の日野原記念講演ですね。こちらは森田先生がこのコラボレーションの研究について話されるのと、翔先生が語られます。でこの翔先生、先ほど柏木先生のお話もありましたけれども、例えば台湾とかですね、行って1ヶ月間病棟に泊まり込むんです。そして朝から晩まで手取り足取り緩和ケアを一緒に改心しながら伝えるっていう伝道師みたいな先生で、今回は本当そういった木野原先生との交流についても話される予定です。で、その次 CC8、 こちらは緩和ケアにおける能力開発ということで、そういったケニアとかバングラデシュ、インド、そういったところでどういうふうに緩和ケアを広げていくかというところで、木澤先生、柏木先生おっしゃったようなことが実体験として語られるかなと思います。そして、最後のプレナリーですけれども、研修教育アドボカシーによる緩和ケアサービスの発展、この APHM のミッションでもあるアジア太平洋地域、日本も含めてなんですけど、それで効果的なネットワークを作るというところで、最先端であるということがされているのかというのを木澤先生、ガウリ先生、座長で語られます。そしてこの最後に、これも本当に外せないなと思うんですけれども、こちらはこのライン一つしかないんですけど、シンシア・ゴー先生、シンシア・ゴー先生が APHN の発展に関する小冊ということで、その先ほどのスライドにもありましたシシー・ソンダーズ先生のところから時からずっとこう来られてですね、今この APHN を振り返る、そしてこの20年間を振り返って今後どういうふうな方向に行けばいいのかということを語られるので、これはちょっと歴史的にも僕個人的には非常にこう貴重な講演になるんじゃないかなというふうに思います。そして最後はクロージングセレモニーでソウルにつなげようというふうに思います。ちょっと早しになりましたけど、以上になります。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。盛りだくさんなですね、お聞きしました。本当ですね、なんか森先生がお話しされるともうなんかさらにもうなんかもう全部見逃せないっていう感じで、はい、森先生ご質問来ていますが、はい、当日は病棟の仕事とかあってですね、なかなか勤務の方もいらっしゃってなかなか出れない、同時通訳でも12月末までプレナリーセッションを聞くことは可能でしょうかとご質問ですが、はい、一応そのはずになってます。なるほど、はい、ホスピスビジットでは淀川キリスト教病院、飯塚病院、英治総合病院、美原、鶴見子どもホスピス、笹川保健財団が、これらの活動をアジアの方々に紹介するというようなこともチャット欄で補足いただいています。はい、ホスピスビジットも12月末まで聞けますかというご質問ありますが、全部一応取ってるのでそのはずです。はい、ありがとうございます。結構ご参加予定の方か、これからご参加を考えている方からご質問いただいてますけれどもね、どうでしょう、柏木先生、今お聞きいただいていますけれども、ちょっと一押しをご紹介いただければ突然、はい、一番最後ですね、はい、先生はご私一応その時の、どういうんですかね、
司会役といいますか、はい、安田さんと一緒にやるんですけど、うん、あのおそらくあの今後あの聞くことができない、まあ、総集編といいますか、なるほどなるほど、あの、まあ、彼女がやはりあのここまで APHA の APHC を育てた、うん、あの張本人といいますか、もちろんみんなの協力でできたんですけど、本当にあのリーダーとしてあの活躍してきたので、あのぜひぜひあの多くの方に聞いてほしい、はい、これ聞けばあの APHN のことは広く深く、うんうん、あの理解できるというふうに思いますので、あの、まあ、一押しですね。ぜひこの幸い他何もないので、うん、あの横の列がね、企画者がおそらくそういうあの気持ちを持ってここへ持ってきたんだと思いますけれど、はい、そうですね、ありがとうございます。まだまだ、ご質問を受けたいところではありますけれども、まあ、そろそろお時間かなというふうに思いますと、まあ、あの皆さんこう、まあ、今回を、まあ、なかなか、緩和ケアに携わる者が国際学会に出かけて、この、ね、カンファレンスに参加するというのは難しい中ですね、まあ、今回同時通訳のサービスもありながら日本でこれに参加できると、まあ、しかもホスト国としてホスト国のアドバンテージフィーでですね、あの参加できるということで、もうまさに、アジアのホスピス緩和ケア全体を知る機会になるのがこの2日間かなというふうにね思っております。まあ、ぜひあの皆さん明日からね2日間ご参加いただければと思いますけど、小坂先生、はい、ご参加予定ですね。そう、もちろんもちろんです。結構朝早くから結構夜遅いですね。そうですね、頑張って、はい。これはあの日本時間でのご案内だったですか、あるいは、はい、先ほどは日本時間になります。クリニッチじゃないんですね、はいはい、分かりました、うん。まあ、このアジア諸国はねそんなに時差がないっていうのもいいところですよね。そんなにあの何時間も時差のある国同士のカンファレンスではないですからね。そうですね、参加しやすいかなというふうに思います。はい、中でもでもね、ウガンダとかね、アメリカとか、本当に、うんうん、あの近い国だけじゃなくて、いろんな視点がいただけるのかなっていうところも見どころなんじゃないかなと思いました。はい、ありがとうございます。はい、上村先生、他に何かいただいているご質問とかありますか？ですね、いや、あのもう皆さん、クロージング的なあのメッセージがいただいてますよ。はい、あの、まあ、柏木先生の話、貴重な。APHN のですね、はい、についてのお話についての感謝のメッセージなど来ておりますけれども、はい、柏木先生、本当に、うん、あのありがとうございます。再び来ていただきまして、ね、まあ、はい、またこんな遅い時間までお付き合いさせていただきまして、そうですね、はい、何かあの最後に一言、明日からの APHC に向けて一言いただけたら嬉しいです。はい、柏木先生、お願いいたします。あの日野原先生は偉大な先生だったんですけれども、あのやっぱり APHN をスタートあのさせられたっていうのが、ややあの自己中心的な表現をすると、あの彼の業績の中で一番大きいのではないかなんかそんな感じがするんですよね。あのそこへこう焦点を絞って精力的に動かれて、ずっと継続してあの援助されたという点で、あのやっぱりすごい力を持っておられたと。だからあのなんか一人の人のその思いとかいうことがあの本当に大切なものであれば、それは多くの人の協力をあの得ることができて、まあ、非常にあの大きな言葉ですけど、世界を救うことすらある分野でですよ、ある分野で世界を救うことすらできるものだな、やっぱり人間ってそういう意味ではあのすごい存在というかだなというようなことを思いました。あまり
まとまりませんけれど、はい、ありがとうございます。もう先ほどの柏木先生がプレゼンいただきましたこの APHN の、ミッションとビジョンとですねゴールというのはやっぱりこう、はい、医療の枠を超えた医療だけに限らずですね、まあ、なんか人を救うというところにつながっていまして、まあまあ、私たちが目指す緩和ケアのこれからのですね、まあ、医療を超えた枠組みの、始まりというか、まあ、それがこの APHN だったというふうに思いますし、ますますこの日本の緩和ケアにとっても、まあ、重要なこう視点をこの2日間で学べるかなと、思っていますので、はい、ぜひ、この2日間楽しみにしていただければというふうに思います。はい、皆様、はい、まだ登録してないという方はしつこいですけれども、はい、すみません、登録の方まだまだ、お受けしておりますので、はい、お願いいたします。そしてこの番組の、はい、そうですね、この番組のチャンネル登録も、うん、この機会にしていただけたらまたお会いできるかなと思っております、はい、ぜひそちらもよろしくお願いいたします。はい、それでは今日も遅くなりましたけれども、はい、この辺でお開きといたしましょうか。はい、はい、改めまして、はい、柏木哲夫先生、はい、はい、森正則先生、そして上村先生、はい、遅くまでありがとうございました。明日からもよろしくお願いいたします、はいはい、よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。皆様、はい、では皆さんおやすみなさい。明日早いので皆さん早くお休みくださいね。そうですね、はい、どうも失礼します。はい。